の金額をさらっておきましょう。まずは約1年前に四皇と呼ばれるようになった黒ひげ、今なお成長拡大中の白ひげに代わる新勢力、黒ひげ海賊団提督マーシャル D ティーチ、22億4760万ベリー。続きまして、まだ四皇と呼ばれて6年、エックマン、ルー、ヤソップ、高い懸賞金アベレージを誇り、最もバランスのいい鉄壁の海賊団、赤髪のシャンクス、40億4890万ベリー。幼少期巨人族エルバフの村を襲ったと言われている、血縁以外を信用せず85人の子供たちと共にシャーロット・リンリン、43億8800万ベリー。まだ海賊見習いでありましたが、凶暴な海賊たちの尊敬を集め、百獣のカイドウ、46億1110万ベリー。決定により、今後はこの四皇たちに七部海という戦力を向けられなくなります。今後の海軍特殊科学班 SSG の働き以下、エドワード・ニューゲート、50億4600万ベリー。海賊王ゴールド・ロジャー、55億6480万ベリー。海賊史上この2人を超える懸賞金額はありませんが。